決意必中オイススパログ第二次スーパーロボット対戦 OG 編。皆さんこんにちは、沖合由里夫太郎です。はい、皆さんこんにちは、プロデューサーの寺田貴信です。そして君いい体してるね、青鬼プロに入らないかい、アシスタントの原です。よろしくお願いいたします。あれ、うちの女子そんな そんな感じで勧誘するの？いや、まあちょっと初代スーパーロボット対戦若干かけたという実はあるんですけど、ああそうですね、僕のだからなんかガチムチ論ってあそこにあるんですよね。ガチムチ論ってなんかすいません申し訳ないですオープニングですいません。そうそう、毎回あの、はい、原さんの最初のコメントはマスオキシン2の頃から絡みにくいっていうのが初めて聞きましたよそうだったんだ。寺田さん的に絡みにくい感じ、だってアドリブで何来るか事前に打ち合わせしなくて、なんか鉛筆でカカカカッと書いて、はあ、よかれと思ってやってたんですけど、大丈夫大丈夫大丈夫。いや、コアなユーザーの方はね、もうとっても楽しく感じで大丈夫ですよ。失礼します。なんか開いた。沖合由さん、寺田さん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おっと、そして去っていくっていうね、なんかもうえ、それだけ絡みづらいの下りからこの人入ってきちゃってどうしようかと思っちゃったけど、あ、これはケーキですね。バンダイナムコの候補さんがケーキを持ってきてくださったんですが、はい、これは実は私が11月11日誕生日でして、そうでしたね、はい、そして、はい、時計は11月17日誕生日と。あー、本当に近いんだ。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに同い年です。43です。43、はい、若いね、2人ともね。でしょ、エネルギッシュうん、まあね、うーん、僕はすごい油ギッシュだけどあ、やばい、もうほんと絡みづらくてすいません今日ちょっと気をつけよ う。まあ、お互い同い年43だったということで、はい、そうですね、はいはいはい、頑張っていきたいと思いますはい、いろんな人に応援されてるんでね、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ頑張って、このケーキ食って頑張るぞ。それでは今回もトロニウムエンジンフルドライブでいっちゃうぜ。熱血必中オイススパログ第二次スーパーロボット対戦 OG 編。メールオブ第二次スーパーロボット対戦 OG。 このコーナーではリスナーさんからいただきましたお便りをご紹介します。ではまずはこのお便り、ラジオネーム因子が足りない男さんからです。先日の第4弾プロモーションムービーで、EX が収録されているということでものすごく注目度が上がりました、うんうん、ですがトークショーで週のショーが収録されていないことを知ってと、そこは残念な気持ちです。第2次 OG に収録することはもう無理だと分かっていますが、ぜひゲームでやりたいです。なのでダウンロードコンテンツでもいいのでぜひ制作してほしいです。よろしくお願いしますということで、意思が足りないお父さん、ありがとうございますなお同様のお便りをラジオネームもっちんさん、なぎさロードさん、つのすけさん、ルビーウッズさん、ポムさん、他多数の方からいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これは本当に多数いただきまして、はい、はいはいはい、まあ、第2次 OGまあ、ちょっとダウンロードコンテンツには対応はまあしてないんですが、まあ週の週をどうするかっていうこともまあ結局まだまあやるかやらないかっていう話を、まあ一応そのまあドラマ CD でやるくろうかなという話をまあイベント時にしましたけど、まあできればやっぱりこんだけ反響いただいて、大体皆さんゲームでやってくれっていう話の方が多かったんで、これから検討にまあ気持ちすごいわかるんだよな。イベントの時も言いましたけどね、はい、まあ一応そうもしかしたら収録はしてるんですね、はい、周辺を想定して、ただ、はい、一緒に撮ったんで、うん、もしかして、まあ、この機会にまとめて撮っとく方があれなので、そうです、まあ、EX 要素をね使う使わないは別にして、カバーはしておこうっていう収録でしたね。そうですね、周辺用の音声は実は撮ってるんですが、うん、他は特に何もしてないんで、うん、あれあれそうですね、ただやっぱり話が、週のショーはそんなに長くない、15話前後ぐらいなものなので、ちょっとそれ単体で発売するっていうのは、まあそうですね、やっぱダウンロードコンテンツにするか、うん、もしくは他の形式にするかっていうところで検討、まあ基本、今のところはやっぱゲームでやりたいなと僕は思ってますんで、はいうん、お
まあそうですね、どれぐらいかかるか分かりませんが、いやいや、はい、でもドラマ CD からそこに切り替わったのはこのねお便りのせいかなと思うとね、ユーザーの方のね、はい、やっぱり大きいですからね、忘れた頃に何か出てくるかもしれないですねっていうではでは次のお便りです、こちらはラジオネーム KA さんからいただきました。第2次スーパーロボット対戦 OG の第1話ダイジェストプレイムービーを見させていただきました、エクサランスレスキューという新しい機体も出てきているところを見ると、うんうん、やはりやりがいがありそうです。今回はスパロボ EX の話も入っているということもあり、発売日が待ち遠しくて仕方がないですということですけれども、 ありがとうございます、はい、これ結構ね、まあ、僕はどうなのかなとは思ってたんですね。いわゆるアクションゲームとかシューティングゲームとか、はいはいはい、そういうものだと、まあ、プレイムービーって意味あるじゃないですか、はい、どういう風にどういう風に動きに花がありますかとかね、ありますよね、スーパーロボット対戦みたいなシミュレーション RPG だと、はい、うんうん、まあ、基本淡々とゲームが戦闘シーンがあったりとか、で多分それをその見てるだけだと、まあ、話の流れは分かりますけど、うん、はい、まあ、今回1話はこういうことを想定してなかったんで、はい、導入編として、うん、割となんていうかおとなしい話になってストーリーとしてはですね、そうですね、まあ、でも、ゲームやっていく人はその戦闘シーンとかもね、メカの動きとかも皆さん気になるところではありますので、で、まあ、ちょっとそこを、まあね、なんか派手になんかすごい強敵が出てきて、うん、勝つだの負けるだのって話でもないけど、うんうんうん、どうなのかなって言ったら、さっきケーキを持ってきてくれた辻門くんがですね、はいはい、ぜひやってくださいという依頼があったんで、じゃあやってみようかということで、うんうん、まあ、今回のまあ皆さんの反応を見て今後まあやるかやらないか、まあ、これ通常のスパロボだとちょっと難しいんですね、このムービーは、うんうん、オリジナルだとまあできるんです、あ、なるほど、そっちの方ですね、はい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 、そういうことか、はいはい、でまあ、一応その今回の反応を見たところかなり の、うん、方がご覧になられてて、うんうん、まあ、一応我々としてはこういう方式でやるのはありなのかなと。そうですね、すごい数の、そうですね、まあ、やるんだったら1話から1話のマップって会場なんですよ、だから、特に何もないんですね、まあそうですね、でも水きれいだなみたいな、作り込んでるマップとか後の方で出てくるんですけど、もう俺も見て、あ、第1話会場にするんじゃなかったなみたいな、まあ今のうちからね、そう考えると、今のうちって表現おかしいけどね、その作ってた当初からね、まあそうですね、このダイジェストのことなんて考えられないでしょうしね、はい、ですよね、うん、まあでも読み込みの速さ、まあもちろんこれはデータをインストールしての、はい、プレイステーション3本体の話ですけども、はい、まあそこら辺のなんていうかプレイ感みたいなのはご確認いただけたかなと。インターフェース周りとかね、はい、入れたし、すごく、はい、僕いいイメージですね、うん、そこに関して。というわけで第2話ラギアス行ってからの、まあ、はい、緑川さんの、はい、うん、まあ、プレイによるムービーの、まあ、やっぱやろうという話で、あ、後々近々ですね、はい、近々ですね、はい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 、公開したいと思います。まあ反応が悪くてもやるつもりだったんですけどねまあそこははい、ね、先日ありました、はい、イベントの時にも、そうですね、はい、まあ、人がやるとまた随分雰囲気違ってくるでしょうしね、何やおかしなムービーになるかもしれないし、そうですね、多分若干ノーマルな感じになるかもしれないし、ね、これどう出るかちょっと我々もノリノリで喋りながらやるのか集中してやってしまうのか、緑川さんがね、そうです、はい、イベントの時はちょっと、ね、栃木な振りがありましたけどね、やるんじゃねっつって、うん、言ってましたけど、クバスターって言ってましたけどね、はい、うん、まあというわけでその2話の方のダイジェストプレイムービーも出しますんでお楽しみということで、ではでは最後のお便りです、はい、こちらラジオネームラスクタスクさんからいただきました、おけいさん、寺田さん、原さん、こんにちは、こんにちは、皆さんがラギアスに召喚されたらどんな魔装機神や魔装機に乗りたいですかということですけどね。あ、なるほどね、なるほど、はい、前もなんか似たような質問があったような気がするんですけど、うん、ありましたっけ、うん、まあそうですね、僕からでよろしいですか。いや、もちろんですよ、はい、僕はジャオームに。ジャオーム推しがすごいな、うん、いや、まあ、ジャオームってこれ前も言った気がしますけど、はいはい、まさきが選択によっては最初に乗る機体で、はいはいはい、サイバスさんのそのなんというかプロトタイプ的な意味合いでもあるにもかかわらず、うんうん、その後に乗ってる人が若干その地味めな方なおかげで、うん、あ、寺田源田寺高信なんでやねあれなんで俺の名前がつくんだそれはあるんですけど、はい、寡黙な方ですね。そうです、はい、ちょっと扱いがなんかね、原さんはこれあれですかね、やっぱり EX 的な、まあ別にでもラギアスに魔装機あるから16機なんでもいいって感じなんですかね、うん、そうですね、まあそれを聞いといてなんですけど、いい聞いといて、いや、まあ僕のようなモブの人間はね、はい、ブロウェルあたりがいいのかなと思いつつ、まあせっかくなんでブロウェルカスタムあたりで
ブロエル、あれ、あれは、ね、どれどれ、あのリスナーの方に分かりやすく、あのです、ね、どういう感じの、ちょっとネタバレになるので言えないんですけど、はい、おっと、量産機なんですけど、はい、めっちゃ改造してやるんで、あ、なるほど、めっちゃ強いんですね、パラメーター的に。あ、どんどん改造していけばすごいことになっちゃ う、はい、まあ量産機をこうちょっと魔改造的な形でね、マリオンさんしかりみたいな雰囲気でこうラギアスの方にもそちらのマリオン、マリオン EX 編出てこない、まあ出てこないですけど地上でいうところのそういうような魔改造要素が、あのあるというラギアスの方であって、量産機が結構パワフルになってるっていう期待があるんですけど、はい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 、あのくらいには乗せていただけないかなと思いながらでした。はい、はい、鼻のある期待には乗れません、恐れ多くて。オケイさんどうですか。オケイはですね、まあ、今回あれですよ、ワンワンさん、ワンワンさん、ワンワンさん、ガッデス、ガッデスもいいなと思ったんですけど、はいはい、自分もねやってるからね、流曲線の綺麗な鴨の橋さんたちが乗ってるザブジーのね、ザブジーのなんでそのファミリアを随分営業してるわけ。はい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 、いやファミリアやってるから、向こうのファミリアさんがすごく豪華じゃないですか。そうですね、うん、そうですね、キャスト的にも、はい、豪華です、はい、そうですキャスト的にも、はいはい、もう豪華すぎる。え、これ言っちゃっていいんですか。大丈夫ですよ。あ、はい、あの銀河万丈さんとですね、はいはい、田中秀幸さん、はい、ギリアもやってらっしゃる田中秀幸さんと、はいはい、辰直樹さんが、はい、青いプロの精鋭お三方が、初見内容しましたお三方がですね、あのやってらっしゃる、とっても楽しいキャラクターが乗ってるというだけで、うん、いるというだけで大丈夫ですか。楽しいなっていう、そんな行けとか言えるんですか、3人にやっつけてこいみたいなこと言えるんですか。そこは立場を利用して行け、行ってくださいファミリアみたいな。だって役によってはそういうこともシチュエーション的にあり得るわけだから。ジローさん、ジローさん、ちょっとやってみてください。え3人にファミリア行けっていう、こうメッセージを出してみてください。ジノ、ジノじゃなくて、しばらくやってない。じゃあやってみましょうか。はい、え、ファミリア、ファミリア行け、ファミリア違う、結局命令しちゃうんだ丁寧な感じじゃないんだ。行ってくださいファミリア、お願いします、ありがとうございます、お願いします、ごちそうさまです。はいはい、はい、じゃあザムジードってことでいいですか。ザムジードでいいですかね。はい、はい、すごいいいと思いますよ。はい、まあそんな感じで皆さんも、乗りたい魔装機、魔装機シーンあったらこんな理由でと送ってくださいね。はい、以上メールオブ第二次スーパーロボット対戦 OG でした。熱血必中ボイススパログ第二次スーパーロボット対戦 OG 編、Q&A オブスーパーロボット対戦 OG。 さてこのコーナーでは第二次スーパーロボット対戦 OG をはじめとする OG シリーズ作品に関するご質問をリスナーの皆さんから募集し、それに答えていきます。まずはこんな質問をいただいてますよ。はい、はい、ラジオネーム、DC 残党さんからのご質問です。ありがとうございます。ボイススパログ楽しみにしていました。はいはい、第二次スーパーロボット対戦アルファは僕の中では一番思い入れの深い作品です。ほほ、そこで一つ質問なのですが、うん、ハイペリオンは合体したままで出撃できるのでしょうか。ほう、なるほど、うん、まあ、ハイペリオンという機体はですね、はい、これもネタバレになっちゃうんで詳しくは説明はしませんが、はい、いますということですね。そうですね、とある機体ととある機体が、うん、合体して、うんうんうん、まあ、出てくる機体なんですが、まあ、これは合体したままで出撃できます。つまり、出撃枠を必要としないということですね。2つ2機出してマップで合体させる必要はない。ありがとうございます。なんでなんとなく 枠は多分もうキツキツにみんながなると思うんで、そうですね、今回はまあでもどっちかっていうと組み合わせの方に悩みますね、うん、まあ、短所を補う組み合わせにするか、うん、似た長所を合わす組み合わせか、あ、確かに悩みますね。移動力の問題とかが差があったりすると残念編成になっちゃうし、はい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 、ちなみにうち僕は序盤だと、まあ、サイバスターと、はい、アイビスが乗ってるアルテリオンを合わせて、はいはい、避けまくるサイバスター、うん、たまに当たってしまうアルテリオン、それ公式設定なんだあれね、はい、そう、さっき のダイジェストムービーのアルテリオンっていう機体が出てきて、うん、2回戦闘するんですよ、はい、で2回とも命中率、敵側の命中率が 30% なんですが、はい、僕もそのなんていうか心の中ではこれ2回当たったらちょっと面白いかもなと思ってたんですけど、はい、特にその命中率があるにもかかわらず当たってしまうパラメーターみたいなのはアイビスにはないんですよ。ないですよ、別に隠しパラメータはね、はい、まあ、それがあれで、はい、まあ、序盤僕はそのサイバスターとアルテリオンをやってたんですけど、はい、気づくと
あれ後ろがっていういないみたいないないことはないんですけど、あれ当たっちゃってるよみたいなのが、あ、全体攻撃食らってたりするんで、片方だけ赤色になっちゃってる。そうですね、まあでも2機ともあの、まあ、運動性高いですし移動力もあるんで、うんうん、僕はよくセットで使ってました ね、 ね、でも当たるぞといやそれは、危険をはらんでいるいやいやいや そんなの本当に仕込んでないんで、それはあの皆様 の、 あのなんていうか運次第、あ、運次第ね、はい、運です、皆さん避難した際には愛でカバーしてあげてね。そうですね、ですから、まあ、ハイペリオンは、合体したまま出撃できると、はい、ということで、はい、はいはい、では次の、はい、次いきます。はい、次は、ラジオネーム RRR さんからのご質問です。はい、ありがとうございます。第2次 OG 第1話ダイジェストプレイムービーに出ていたエクサランスレスキューですが、の、うん、他のフレームが出てきて完走することができるのでしょうか。おお、ダイナミックな質問ですね。この質問は来ると思ってました。そうでしょうね。他のフレームはありません。はい、最初から最後までエクサランスレスキューのままです。我慢します、うん、あのね、うん、一応前作の OG 概念で、はい、まあ、自流エンジンは解体し他のフレームもまあ解体したっていう話を引き継い で、うんうん、でエクサランスレスキューっていうもともと救護用の機体をまあ作るっていう、はい、まあ、話だったんで、本当のこと言うと R の、 あのキャラクターは第2次 OG で出る予定が実はなくて、はい、まあ、出てくは来るんですけど、はい、戦闘に参加しないっていう状態でもともと話をインターミッションだけとかって、そういう感じの、ね、作ってた自由エンジンの扱いがね、うん、作ってたんですけど、まあ、それもちょっとどうなのって話があったん で、まあ、エクサランスレスキューっていう機体を、作って、まあ、フェルサポートとしてすごい使える機体にしようかなっていうのがまああったんで、OG では結構珍しいジャンルの機体に仕上がったと思いますよ。OG というかスパロボでも割と珍しいですね、まあ、でなおかつ援護攻撃援護防御もできるので、なるほど、ではでは最後です、はい、ラジオネーム移動要塞グヌヌさんからのご質問です。以前スパロゴにて寺田さんが伏せ字にしておられた機体に関してなんですが、ガルムレードは発表されましたが、もう片方のあれは分離も可能なのでしょうか。なんだ、文字数から勝手にあれと予想していますが、あれあれ言ってんだ、D のリアル系後継機が第4弾プロモーションムービーで発表されましたし、はい、よろしければそろそろ詳細を教えていただけないでしょうか。おう、これはですね、以前、僕があのスパロゴの方で、はい、まあ、この丸何個、丸丸丸丸丸丸や、丸丸丸丸丸丸はと思われるかもしれませんと、はい、それらは変則的な形ではありますが登場しますと、うん、ただし、うん、敵として登場したり他のキャラが乗り換えをしたり、はい、隠し機体やダウンロードコンテンツになるというかではありませんと書いたんですが、はいはいはい、もろもろ変更になりましてはい、はいはい、まあ、ぶっちゃけて言うと、はい、このあれって何言ってフォールなんとか、あーおいちフォール、煙吐くやつだ、煙、うん、入ってた、ね、鼻息吐くやつだ、はい、トーテムポールトーテムあー続けてください、すいませんでした、本当絡みづらくてすいません、はい、まあ、ちょっと今回隠しユニットという、あ、そちらに修正した、はい、ということで、ここ で、 そうなんです、ね、ここで報告させていただきます。すいません、その代わり、めっちゃ強いです。おで、実はその機体、スパロボ D だと分離するんですが、はい、はい、まあ、元々別々でね、そうなんです、はい、リアル系の機体が合体してスーパーロボットみたいになるんですけども、分離しません、はい、分離はしませんが、ないけども、その分離した姿は、まあ、出てきますね。あ、一応そうなんですか。予測できるとか、だいたい絞られてきたらどこでどうなるのか。そうです、はい、ですから、まあ、ちょっと隠しかよって言われる方の方が多分多いかなと思ってるんですが、はいはい、そのなんて言いますかね、ジェアンなんとかとか、はい、デアンなんとかも、まあ、相当はい、マンボ言うな、すいません、マンボ、強いですし、はい、で、まあ、ちなみにこのフォルなんとか、フォルなんとかは、はい、入手すると、うん、これ同時に使えるので、はい、つまりジョッシュとリムをバラバラで、うん、まあ、いわゆるジョッシュをジェアンなんとか、うん、リムを、はい、マンボ言うな、はい、2回目、デアなんとかに乗せるか、はい、もしくはジョッシュとリムをこのフォルなんとかに乗せるかっていうのを、うん、
はいはいはい、出撃前に、うん、あの選択できるので、これはあの1回目で言いましたあのスパロボ MX のキャラクターである、うんうん、ヒューゴとアクアの、まあ、ガルムレードと、はい、ガルムレードとサーベラスが、はい、まあ、乗り換えができるということで、はい、そうなんだ。なんで、そうですね、そのさすがに、まあ、隠し機体なんで、まあ、条件をいろいろ揃えなければならないんですが、一応ヒントとして、まず第一条件としてジョッシュとリムの撃墜数はまず関わってきます、うん、中村君と桑島ですね。そうです。なんでそこで下ったの今。え、びっくりした。え、一応キャスト言っとかないと。なるほど、さすが職業柄ね、はい、ありがとうございます。そして撃墜数はそうですね、うん、結構その2人の合計でなくそれぞれの数を、まあ、だいぶ稼がなきゃならない。その後、まあ、いくつか条件を揃えれば、うん、入手するという形なんで、そこはあのいろいろやってみて。なるほど。多少道のりがあるけども、はい、その苦労に見合った強さがあると。まあ一応僕も使ってましたけど、はい、そうですね、僕はシチュエーションごとに、うんうん、あのジェアンなんとかとデアンなんとかもあの使い、うんうん、そっちも使ってたんですけど、うんうん、かなり強いです。へえ、はい、強いがゆえに隠しユニットにしたというか、まあ、隠しユニットにしたんで強くしたっていうのもあるんですけど、設定的にもまあ、スーパー系の機体なんでっていうところなんで、一撃必殺ですもんね。はい、なんていうかね、この機体をフォルなんとかを入手したい方はまず、うん、もう伏せる必要ないじゃないの。え、一応隠し、そうかジョッシュとリムが、はいはい、機体に乗ってきたら、はい、撃墜数をあの稼いで、ガンガン上げていけと、ちょっと意識的にね、うん、そうですね、隠しを入手するためには上げていきなさい、うん、ということですね。ちょっとビームチャクラが控えていただいて、はい、まあ、チャクラが控えていただいて、うん、2人に花を持たせてあげると、まあでも最初はどっちかっていうと、そのジェアンなんとかとあのデアなんとかをですね、うんうん、使っていただきたいなっていうのもあるんで、なるほど、そちらもまあ、これ人によるのかな、うん、まあ、かなり強力な機体になってますね。ね、何系がとかありますか、武器的に。何系、武器系ですか、はい、ジェアンなんとかの方は、うんうん、まあ、どっちかというと接近専用に調整してあって、デアなんとかの方は、まあ、どっちかというと遠距離戦ですね、はい、でお好みの武器の方を入手してほしいと、うん、あのね、すごいでかいんですね、設定的に。ああそうなんですね、はい、エールシュバリアっていう機体に、はい、ウェポンボックスハンガーっていうでっかい武器庫みたいなのがつくんですね。ほう、今回まあちょっとその、ウェポンボックスハンガーの名前も新たにつけたり、まあ、原さんは、まあ、まあ、突っ込んでましたけど、まあ、僕と個人的に話した時に、片一方のデアなんとかの方は、うん、エクセルシオアルスノーバっていう名前があるんですけど、あっちの女子の方は名前なかったんで、今回新設で、新設で、はい、まあ、つけて、まあ、多分そんなにすごい名前じゃないですよ、うんうん、あ、ふんぐらいな、ということで、はい、いろんなチャレンジをしてほしいと思います、はい、お願いいたします。以上 Q&A オブスーパーロボット対戦 OG でした。熱血必中オイススパログ第2次スーパーロボット対戦 OG 編、お送りしてきましたボイススパログ、そろそろエンディングのお時間です。番組ではスーパーロボット対戦 OG に関するお便りやご質問を募集しています。なお第2次スーパーロボット対戦 OG だけでなく、魔装騎士や無限のフロンティア、アニメ版スーパーロボット対戦 OG に関するお便りやご質問も OK です。メールフォームからどんどん送ってくださいね、はい、というわけで第2回の配信終わりました。終わりました、終わってないけど終わりますけれどもはいはいはい、そうですね、はい、今回は Q&A で、うんうん、まあ、ちょっと答え質問はいただいたんですけども、はいはい、答えるのをためらったのが、うん、まあ、あのエクサランスレスキューの件、はいはい、フォルなんとかの件、はいはい、まあ、まだフォルなんとかで引っ張るな、うん、まあ、これはやっぱりちょっと原作というか元々の作品がね、うん、お好きな方から撮ったらやっぱり、うんうん、そのなんでどうしてなのみたいなのは、まあ、来るのは、まあ、分かってましたし、はい、まあ、ちょっと僕も悩んだんですけど、まあ、やっぱり最初に言っといた方が、まあ、いいかなと、まあ、思いまして、はい、まあ、フォルなんとかの方も、まあ、普通に、まあ、出してくれよっていうのも、うん、まあ、やっぱりうん、まあ、あると思うんですが、いろいろその話し合った結果もこうなってるっていうのを、うんうん、
まあ、ご理解いただければっていうとこですかね。まあそのトーテンポールのことは置いといて、トーテンポールって言うんじゃない。エクサランスのに関しては、はい、もちろんそのロボットシミュレーションやるユーザー側の立場からすればね、はい、一つでも多くの機体を見たいし、うんうんうん、戦闘アニメ見たいね、っていう要望はあるのは分かるんですけども、うん、なんとなくずっとその OG シリーズやってきて、アルファ概念じゃなくて OG 概念をやり終わった身として考えればね、はいはい、うんうん、まあ、話の方を大切にした結果、はい、うん、まあ、そうなることもあるだろうなっていう覚悟はしていたし、これまでの話で、うんうん、まあ、でもその中でね、ちょっと僕実は触らせてやらせてもらってるんですけど、ね、あの形でレスキュー出してもらってすごい嬉しかったですよ。あのキャラクターはまず出してもらって、で、うん、レスキューの仕上がりもねすごくね、はい、バランス良くて、なかなかね触って面白いって感じれる機体なんですよ。単にサポートメカとしてではなくってことですね。結構前に行けちゃうスタイルにも要望に応えてくれるんで、うんうん、できちんと3人の精神コマンド使えるし、うん、まあその辺に関しては僕はまあ、本当に一ユーザーだけど、話としてかつてその前線で前作で戦ってた、うん、まあ、主人公が、うん、まあ、そういう風にサポートに、まあ、今回の話で、まあ、やっぱり前面にこう出すキャラクターとかも、うんうん、まあ、いる中で他にも、ね、たくさんいますからね、いろいろ考えて、うん、まあ、やった結果なんですけども、お叱りは甘んじて僕が受けさせて、まあ、いただきますと。なるほど。まあね、やそうはいえその、うん、何とでもできるじゃないかっていうのはあるんですよね。フレームをだから出す理由を、うんうん、はいはいはい、話を作ればいいじゃんっていうのはあるんですけど、もろもろのバランスの結果、まあ、要は週の章を、まあ、今回、まあ、入れるのをその断念したように、はい、まあ、なんていうか僕の一存で全部決まるわけでもないので、ラウルたちをその出さないという選択肢よりは、うんうん、はい、まあ、レスキューという形で出すっていう方をまあ選んだ、新しいメントを引っ下げて結果ということで、まあ見ていただければ、うん、でまあ、それで感想とか聞かせていただければ、はい、ということですね。そうですね、はい、後で怒られるよりはもう先に言ってもうほんとさっきからですね、もう怒られてもいいからでずっと打ち合わせの時に言ってるからそんなにだってお客さんもそんな別にネガティブに捉えないでしょ。いや全然だからこれが、うん、それぞれの作品のファンの方ってやっぱりスパロボ R が好きだったからとか、うん、あ、まあ、そうだよね、 D が好き、 R が好き、ね、D が好きだったからとか、うん、まあ、やっぱいらっしゃるのも分かるし、はいはいはい、僕もその口ですからね。 OG になるとまあいろいろその変更する部分とかも、うん、まあ、あったりするんで、うん、まあ、そこは分かってやってはいるっていうところなんで、うんうん、なかなかこう難しいところですね。いや難しいですよ、はい、だってそれぞれ独立する話につなげなきゃいけないんですもん、うん、まあね、やっぱりクロスオーバーって、まあ、それがこの世界のね、うん、だから僕は全然楽しみでもありますからね、うん、目の前に来てるものをいかに自分が楽しんだかでね、多分勝ち負けじゃないけども楽しんだもの勝ちだから、まあ、ユーザーさんのですね懐の広さも見せてくださいよいやまあそれはねお願い、ぜひぜひお願いよ、楽しんでほしいじゃないですか、新ユニットですね。まあお前隠し機体にしないって言ってたじゃねえかって言われたらそれはもうそうですよね、すいませんとしか。あ、今マイク前で土下座のモードにちょっと近い感じになってきてます大丈夫、はい、大丈夫です、まあ、絶対皆さん受け入れてくれるから、そこら辺の部分はね、ご意見またこのなんていうかこちらの方にいただければ、はい、イケメン大丈夫もらったから大丈夫、はい、読まさせていただきと思います。大丈夫、はい、大丈夫、もう一回言ってもう一回言って大丈夫、うん、何しなんか違うキャラだけど誰だろうけどもはい、というわけでよろしくお願いします。はい、お願いします。番組途中でも言いましたけども、みどりかさんの第2話ダイジェストプレイムービーなども、今後近々配信予定ではございますので、そちらも楽しみにしてください。はい、次よりお送りします。ええそんなわけねえだろはい、すいません、謎、はい、の企画をしたけども、はい、どうなるか分かりませんがお楽しみください。はい、ではではここまでのお相手は大木龍太郎とゲインダッシュ原道太郎と寺田孝信でした。次回も聞いてくれなきゃハイゾロランチャーシュー